ぜ。本当に無事でよかったな。ええ、過信探査の最後の日、私はあなたたちと別れた後、シティの外に行って旅人が話していた光景を見てきたの。無数にある無境の中、だんだんと薄れていく夢を見つけたわ。それは私の推測を裏付けるものだった。ドニアザードがアーカー社による夢の搾取に完全に耐えられなくなった後、その意識は散逸してしまった。だけどそのおかげで逆にアーカー社の掌握から逃れることができたの。でもわずかに残った意識も長くは続かず、本来自分があるべき夢へと戻る。そしてそれは無境と共に薄れていくの。消失してしまうまでね。私は全力でドニアザードの無境を維持したわ。けど長くは持ちそうになかった。その時あなたたちがリンネを破ってくれたの。つまりオイラたちが一緒にドニアザードを救ったってことか。最後の最後で間に合ったんだな。あら、どうして二人とも嬉しそうに笑っているの？こういう時は感動で涙を流すものだと思っていたけど、もっと観察を続けないといけないわね。どっちでもいいんだよ。そういうのは人によるんだ。さて、それ以外にもまだ多くの疑問があるんじゃないかしら。あなたたちは私の敬虔なる信徒を救ってくれた。そのお返しに私も全ての答えをあなたに与えるわ。旅人はアビディアの森にいた時、お香の影響で気を失ったんだ。その時巨大な木と赤い空を見たって言ってた。それに加えて一人の声が聞こえた。そうでしょ。キーワードは世界と忘却かしら。そうそう、やっぱり知ってたんだな。ずっとそれが何なのか聞きたかったんだ。赤い空ってカーンルイヤと関係してるのか。どうやら旅人は世界樹とつながったようね。それは世界樹の中にあるマハールッカ・デヴァータの意識の残骸が残したメッセージ、もしくは彼女が死ぬ間際の最後の記憶かもしれないわ。知っていると思うけど、マハールッカ・デヴァータはカーン・ルイヤの最悪の後に失踪したの。だからタイミング的には合っているし、あなたたちの疑いは理にかなっているものよ。マハールッカ・デヴァータが残したメッセージ？オイラたち、てっきりあのスカーレット・キングの方かと思ってたぞ。スカーレット・キング、あのさらに前に亡くなった魔人。今もまだスカーレット・キングを信仰している砂漠の民がいるから、きっとそういう噂を耳にしたのね。そうなのか。じゃあ、あのメッセージの内容はどんな意味だったんだ？私にはまだ解読できないわ。たとえ今のアーカー社が持つ能力を使ってもね。マハールッカ・デヴァータが世界樹に残した意識は、まるで汚染されているかのように非常に危険な気配を含んでいる。たとえ修行を積んでいるあまたの学者たちでさえ、それに意識をつなげると完全に狂ってしまうの。私が何度も教令院に警告しているにもかかわらず、未だに被害者が後を絶たないわ。でも世界樹を救う鍵がその中にあると私は信じている。だからこそその解読を諦めてはいないわ。幻覚で見たあの木が世界樹だったのか。ティナリも言ってたよな、世界樹が病気になったって。もしかして汚染された意識のせいなのか。でもお前ですらあの幻覚の意味がわからないなんて、オイラたち無駄足だったってことか。旅人は
あの意識に触れても全く影響を受けなかった。そんな人は初めてよ。あなたがいてくれたら、もしかしたら解読することができるかもしれない。いえ、私たちは必ず、その中にある秘密を解き明かさなくてはならないわ。実はすでに、世界樹に影響を及ぼしているかもしれない要素をすべて排除してあるの。だから残るは、この一つだけ。これは世界樹の、テイワットの存亡をかけて挑戦する、クイズよ。厳密に言うと、私はアーカー社を媒介にして、キャサリンの意識を占有しているの。そんなのどうやってやるんだよ!キャサリン、なんかかわいそうだな。他の人の意識も占有できるのか?アーカー社端末をつけているものなら、理論上は彼らの脳裏に入ることができるわ。アーカー社は、マハールッカデバータの遺産。そして私は、クラクサナリデビであり、最初のアーカー社端末でもある。私の意識は、常にアーカー社につながっているの。でも、私は常にスメールの民の自己意志を尊重している。彼らの意識を占有したことは一度もない。必要な時は、このスネージナヤのバイオニック人形を借りているわ。え?ちょっと待て。なんか今、さらっとすごいことが判明しなかったか?キャサリンってそうだったのか。どうりで変なところが多かったんだな。でも、お前自身の体はどうしたんだよ。なんでずっとこんな方法を使ってるんだ?確かお前って、スラサタンナ聖書に住んでるんだよな。それは、かなり昔のことから話さないといけないわね。マハールッカデバータが消えた後、賢者たちは生まれたばかりの私を見つけ、スメールに連れ帰ったの。当時の私は、幼く無力だった。賢者たちは守るという名目で、私をスラサタンナ聖書に閉じ込め、ほとんど関わろうとしなかった。でも私には分かっていたわ。本当に見つけたかったのは、マハールッカデバータの聖教を裏付ける私ではなく、マハールッカデバータそのものであったことを。どれほど賢者たちが、それを望んでいたかをね。つまり、賢者たちは自分たちの新しい神を軟禁してるってことか?そんなことするなんて。どうして懲らしめてやらないんだよ、ナヒーダ!ある意味では、彼らは間違っていないの。マハールッカデバータは全知全能。命が尽き果ててもなお、アーカー社はこの国に力を授け続けている。それに比べて私は、知恵の神の名を担ぐには到底ほど遠い。国を統治するにも、教令院の方が長けているし。私の存在に、それほど大きな意味はないの。そうそう。ナヒーダには、もう信徒がたくさんいるし、家臣誕祭の日に参加した人たちも、みんな心からお前のことが好きなんだぞ。そう言ってくれるなんて、ありがとう。でも実際、意識をアーカー社につなげられる私には、身体的な自由は必要ないの。私にとって、世界樹を救うことこそが使命であり、最優先事項。その方法を探しながら、一人前の神になれるよう尽力するわ。時々、知恵の神の責任を担って、道に迷った民を導く。それだけで、十分なの。教令院によるスメールの統治に大きな問題は一度もなかった。彼らが正しい方向から逸脱したのを見たのはこれが初めてよ。一体何が起きたのか。何の目的があって彼らをそうさせたのか。ここにいる人々はほとんど異変に気づいていないけど、
旅人が家臣探査の輪廻を破ってくれていなかったら、本当に深刻な事態になっていたかもしれないわね。私もアーカー社を通して調査したけど、疑わしい資料は何もなかったわ。主要な人物もアーカー社端末をつけていないようね。おそらく彼らは意図的に何かを隠そうとしている。そういえば、ガンダルバー村にいた時、一人の賢者がティナリをあるプロジェクトに誘ってたけど、まさかそのことだったのかな。とにかく賢者たちの意図を調べ、それを正して罰することを優先しなくてはならないわ。それと同時に、ヤブをつついて蛇を出さないよう気をつけないと。アーカー社のせいで夢を見ないことかしら。そうだぞ。こんな長い間誰もおかしいって思わなかったのか。気づかないのではなく気にしないの。根本的な原因は賢者たちによるミスディレクションよ。ミスディレクション？賢者たちは人々に夢を見ないことが理性と英知の表れであり、スメール人の栄誉だと思わせているわ。けれど実際は、ただアーカー社によって夢が収穫されているだけ。賢者たちはそのおかげで、アーカー社を最大限に利用することができ、過去の研究をよりスムーズに進められるようにした。それに、当時マハールッカ・デバータがアーカー社を創造したのも、それを有効に使ってほしいと思ったからに違いないわ。だから私は、この件に対して、これといって大きな異論はなかったの。こうして、賢者たちの主張する考え方は、疑いの声をかき消した。ひいては、アーカー社端末を一度も使ったことがなく、夢を見られるスメール人さえも、それを口にしてはならない恥だと思うようになったの。そう。私の回答が、救治者であるあなたたちに満足してもらえることを願っているわ。実は、ドニアザードの消えかかった無境を維持していたとき、私の精神力にも大きな負担がかかってしまったの。だから、少し休まないといけないみたい。その間、賢者たちの行動は、それほど心配しなくてもいいわ。過信探査の輪廻のような大掛かりなこと、アーカー社が短期間で二度も行うことはできないから。おう、寝てていいぞ。オイラたちが見守ってるから安心しろ。ふふ、頼もしいわね。はあ、こんなに疲れた誕生日は生まれて初めてだったわ。ん？旅人さん、パイモン？私はどうしてここに。何か知っていますか？無憂ってやつじゃないか。ほら、無憂してる人を呼び覚ましちゃダメだって言うからな。オイラたちは、ここを通りかかってお前が起きるのを待ってたんだ。そうだったんですね。そろそろメンテナンスの方を探さなければ。あ、大丈夫です。私はすぐに戻りますので。ありがとうございました。